てか忘れたかったから聞いた。賢い社長の中でも特に人気を集めたシリーズ、エモドラマ。大学生や社会人の恋愛にまつわるリアルな会話を映すことで瞬く間に100万再生を獲得したのですが、その裏側では大変な努力とお腹を抱えるほど笑える失敗シーンがありました。今回は今まで明かされてなかったその撮影の裏側、そして NG シーンをご覧いただきましょう。まずは54万回再生を獲得したこの動画の OK シーンから。飲む。ちょっと入れてくるわ。寂しさのあまり元セフレに抱かれてしまった南の心悲しげなシーンですが、実は OK が出る前には、髪こうやってやってバタンで手を置く感じにしようし、行きます、もっと立てるくするか、こうと手を手の力で抜く、行きます。はい、俺も笑ってちゃった。みなみの演技があまりにも上手すぎて入り込んでしまったしこしゃでした。続いても同じ動画の OK シーンをご覧いただきましょう。疲れてますね。2年間頑張ったの。悲しい。悲しいよ。涙を流すみなみに無言でキスをする私しこしゃ。この無言のキスがカップルである我々からすると難しかった。2年か。いや、ちょっと聞いて恥ずかしくなっちゃった。ねえ、しかもさ、ここにこうやってあるとさ、こうした時になっちゃうから、もうちょっとやめて、そこのこのまま、こういうことになっちゃう。そうそうそう。はい、気を取り直してもう一回。なくなったね。いや、努力してたからさ。2年か。うん、そっか。ねえ、今さ、パッて外して準備するの。ねえ、もう完全になんでここにあったの。そうそう、こういうぐらいにしてなるかどうしよう。もう一回いくよ。もう一回いくよ。やばい。そう、こうやって叶えちゃうとちょっとマジで笑っちゃうから、やばい。何？なんでもない。オッケー、逆行く。いや、そうか、いきます。いくよ。もうすぐ笑いせにする、終わらせてるよ。いきます。すいません、もう一回。可愛くなったな。いや、まあ努力してたから2年間。もうさ、この次のテイクで成功するお二人でした。さて、続いてはこの動画、使われなかった NG シーンをご覧いただきましょう。私、しこしゃのセリフに注目です。おいしい。正解のししゃもです。これはかわいいな。何笑ってんの。いや、なんでもないです。ペストップ、ペストップ。ちょっと今の可愛いのやばくないもん。俺自分で言いながら思った。可愛いな。マジびっくりしちゃって。でもなんか英語使い始めるから、あ、続いてんのかなと思って。ああ、いや、もういあのそういう演技の。よし、行きます。はい、気を取り直して撮影を始める2人でした。続いてはちょっとしたあるある NG シーンをお届け。ちょっと脱いでいい？ん？掴んだ。一回掴んだ。いきます。はい、ちょっと脱いでいい？ん？お、無事噛まずに言えた南でした。脱ぐからマジで。
お次はエモドラマなのかは微妙ですが、こちらの動画の NG シーン。お邪魔しますから、ね、この入るところ。はい。ちょっと待って、ぶつかった。もう結果。開きすぎないくていい。ドアにカメラがぶつかるの、めっちゃあるあるです。お邪魔しまーす。どうぞ。どう、いい感じっしょ、この部屋。どこ座ればいいですか。ああ、ベッドでいいよ。あ、うん、全然。なんか、俺そんな。そうだ、もう一回やりたい。どうしたの。あの、タメ語じゃなくて、敬語使って。ああ、そういうこと。よし。どこ座ればいいの。ぶつかってんじゃった、うん、敬語とタメ語の使い分けで間違えるというあるあるシーンでした。続いてもこの動画、 TikTok で600万再生されたシーンの裏側です。なんだろう、やっぱね、目標を持った方がいいよね、やる気になれるし、うん、やっぱそのビジネスやる上でビジョンないとできないから、うん、ちゃんとやってるよ、それオッケー。俺それでちゃんとすげえ、あのバイトリーダーとかやってるから。何だったの、バイトの目標。あ、バイトの目標、うん、あ、バイトの目標は、まあ、みんなを笑顔にする。あ、結構ありきたりだね。このキモすぎる思考者に耐えられない南が思わず NG シーンです。バイトの目標、バイトの目標、バイトの目標は、まあ、あ、みんなを笑顔にする。笑っちゃったねえ、本当にねえ、ちゃんとしてさっきから何回もこのやつでしょみんな笑顔にするってやばいでしょちょっとそこからやるか、okay。 もう同じこと言うから笑わないでしょ、うんうん、目標なんだったのから、はい。さらに同じ動画からもうワンシーン。え、なんか一人でしてたりすんの。何を。え、あの一人で、一人でさ、夜とかさ、夜な夜なムラムラとかしてさ、一人でするって言うじゃん。女の子とかもなんかする人もたまにいるみたいな聞くけどさ、え、したりしてる。何それ、しないし。あ、しない。うん、え、するんでしょ。しない。いやいや、恥ずかしがらずに言っちゃえよここで。しないよ。言っちゃっていいんだよ。しないです。しない、しないの。へえー、意外。してること思った。もっとあんね、言っちゃえよ。言っちゃえよ。やば。いいんだよ。いや、言っていいんだよ。やってないし。いや、素直になれよ。するんだべ。え、しない、しない。え、髪サラサラじゃん。またしてもキモすぎるしこしゃに。やば。言っちゃえよ。やば。いいんだよ。言っていいんだよ。やってないし。言ってないの。うん。そっか。まあまあ。素直になるよ。キモって出ちゃったよ。キモって出ちゃったよ。俺があまりにもキモすぎて。キモって出ちゃった。キモすぎた。ガチキモかった。ガチキモだった。やばい。座って。やばいやばいやばい。今ガチキモい。ガチキモだった。本当にキモかった。鳥肌も。え、やばいやばい。マジ。え、ここで。マジ。なんか入り方とかもキモかったし、うん、急に、うん、もう何の脈絡もなさが。オッケー、もう次は大丈夫。じゃあ素直になるよ、どこか行こう。この後無事に撮ることができました。そしてこの動画の終わり、撮影後2人はこんな感じで会話してます。大丈夫。今のね、多分12分でカメラが止まっちゃうから12分に1回切れて、えっ、で、今のでも終わりでいいか。送るよ、まあ終わらせていいか。あー、キモかった。マジでキモかった、やばい。一生キモかったもん。普通にキモって言っちゃったもうコントって、初めにタイトルに変えとこ、これ。あー、じゃないと、もうなんか確かにリアルさはさ、ないよ。リアルさはねえよ、こんなこんな大コントだわ。あー、すいません、キモがらせてしまって。超キモかった。いい、超キモかった。マジ。じゃあってことは成功じゃない。うん、し、あのなんかバイトの話なんだから超うるさい。やばい、やばい。ああいう人っているよね。でもいるよね、いるいるいる、なんかいるよね。続いてはこちら、 TikTok で600万再生された大人気シーンの裏側です。体こわばってない、大丈夫
さっきも俺が近づいてから、本当もすごい硬直しちゃってるよ。あまりこんな男の人とさ、近い距離になんないからさ、本当ごめん、緊張させて。ドキドキキュンキュンの雰囲気の裏で何が起こったのか。こんな男の人とさ、近い距離になんないからさ、本当ごめん、緊張させて。もう笑ったなぁ、ね、笑ったやん。いや、でも今ので OK でしょ。笑ったやん。今ので OK でしょ。今ので OK かな、うん、大丈夫、うん、悪くなかった、うん、なんかもう全てに自信がなくなってきた。え、大丈夫大丈夫、本当に、うん、もう、入ってなければいいんだよ。いや、カットすればいい。本当、うん。よかったかな、今の。大丈夫、この辺緊張させて。うん、大丈夫。よかった。よかった、本当によかったね。まあ、その違うんで、笑ってんのが俺は結構。あ、そういうこと、え、違う、笑いに関しては大丈夫。大丈夫。え、ちょっと恥ずかしくなっちゃった。恥ずかしかった。あ、恥ずかしかった。いや、ごめん、緊張させて。違う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 、緊張させてごめんな。違う、ごめんな。大丈夫だったかな。不安で不安で仕方がない。え、マジで大丈夫。本当、うん、まあ、完成を見ればわかるか。しこしゃくん、ちゃんと数字取れましたよ。ラストはこちら。同じ動画の撮影前のゆるゆるとしたシーンで、で、もうちょいパソコンの辺にしてほしい。顔がいいんだよ、全体的に。じゃあ顔がいい男としてやらせていただきます。設定ね。設定ね。設定ね。なんかうぜえな。設定ね。設定ね。顔がいい設定ね。全部ハマってる。全部ハマってる。ということで、ご覧いただきありがとうございました。ドラマの撮影、毎回楽しい雰囲気でやらせていただいております。ぜひ皆さん、今後ともしこい社長をよろしくお願いします。じゃあねー。